どうも皆さん、ありがとうございます。皆さん、スクエアエニックス、ブースへようこそお越しくださいました。東京ゲームショー2016、この時間はですね、2016年12月15日に発売されるサガースカーレットグレイスの魅力を余すことなくお伝えするスペシャルステージをお送りします。このステージの模様はですね、ニコニコ生放送と YouTube ライブでもお届けしております。はい、ご挨拶が遅れました。私、なぜか本作、このステージの司会をさせていただきます声優の中村一です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、ということで、このサガがですね、スクエアニックスブースとして本日最後、まあゲームショー最後のステージになりますので、ちょっとね、疲労の色も伺いますけども、最後まで盛り上がっていただければなと思っております。よろしくお願いします。それでは本作に関わる皆さんにご登場していただきたいと思います。サガースカーレットグレイスで楽曲を担当しております伊藤健二さんです。よろしくお願いします。多いお客さんが多いんですよ。なんだこのおっさん。照明も強いんですけど、熱気がすごい。すごいですね、お客さんの。これ下手なもん見せられませんね。いやでも先ほどはですね、楽屋で打ち合わせさせていただいて、本当に今日初出しの情報が山盛りと。そうですね、いうところで、あんな爆笑だらけの話はできませんね。ちょっとそうですね、この後はできないような話もさせていただいたんですけど、少しずつ引き出せればなと思っております。伊藤さんからも、はい、よろしくお願いします。続いて本作のシナリオとゲームデザインを担当している川津明俊さんです。本当に多いですね。いや多いです。びっくりですね。ただもうこのいらっしゃってる面々の中に、どう見てもサガファンだろうという年齢の方もいらっしゃいますから、はい、もう河津神としてですね、はい、ここだけの情報を、はい、お聞きしたいと。最初に、ちょっと一つお断りしておきたいんですけど、今日中村さんが MC やっていただいてるんですけれども、はい、中村さんの声はゲームには出てきませんので、はい、皆さん、はい、そうなんです。僕も残念です。今回は一切音声が入って、はい、ボイス使ってません、はい、制作にボイス入れるとすごい時間がかかりますので、ギリギリまでやりたいので。あ、そうですね、はい、いい意味で入ってませんから。はい、いい意味で入ってません。はい、すいません。ありがとうございます。よろしくお願いします。、はい、そして最後にプロデューサーの市川正則さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、市川さんも先ほどお話を伺ってる感じだと、はい、ようやく全貌が見えたみたいな。いや、もうなんか川津さんの脳の中分かんないですからね、どうなってるのか。なんかその制作においての苦労した点もお伺いできればなと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後までお願いします。はい、席の方について大丈夫です。お願いします。さあ、ついにやっとと言いますか、サガースカーレットグレイス始動したので、いろいろと聞いていきたいところなんですけども、はい、まあ一番最初に映像を見てもらおうかなということで、はい、こちらご覧ください。よろしくお願いします。
はい、今も12月15日発売と出たので大丈夫なんでしょう。ちょっと待ってくださいよ。あの本当に開発をもう川津さんがめちゃめちゃやってるんですよ。川津さんがバグちゃんと取ってくれたら出ます。そして多分バグ取り切れると思います。僕がちらっと噂に聞いた感じだと、本当はゲームショー出てる場合でもないみたいな。ゲームショーで川津さんに何かあったら出ません。そうですよね。はい、はい、なのでそれぐらい川津さんがあの全てを注ぎ込んで作ってくれてるので、もう皆さん楽しみにしてもらって大丈夫なんじゃないですか。これ今回のこの出た PV を見て、まあ、率直に気になった点で言わせていただくと、バトルが中心で、あとそのキャラクターのバストアップの掛け合いがあるんですけど、はい、ロープレでよくあるダンジョンが一切映っていないというのが気になる点ではあるんですけども、はい、まあ、あのこの後あの実際の実機のプレイ映像をあの見ていただくので、まあ、その時に解説していきますけど、あの今回はいろんなものを、まあ、RPG 再構成する上で、必要のない要素は切り捨てようということで、まあ、いろいろ考えたんですね。で、まあ、ダンジョンとワールドマップどっちもいるのかと考えたときに、まあ、最初はあのダンジョンだけでワールドマップがないのを作ってたんですけれど、まあ、途中でガラッと変えまして、ダンジョンなしでワールドマップだけっていうちょっと思い切った割り切りをして、その時こう周りからは反対はなかったんですか。いやー、どっちをやめるって、まあ、最初はやめるって最初から選択してたわけじゃないんですけど、まあ、スタッフ的にもいろんな声はありました、確かに。はい、でもやはり神が言うならば、あのこれが、まあ、プレイすると全く気にならないんですよね、はい、これが不思議なことに。そういうお話ですけど、あの、まあ、僕が言うとちょっとうさくさく感じるかもしれないですけど、いや、もうこの受け手からするとですね、はい、ダンジョンがない RPG です。この後あのキャラクターについて少し触れていきますけども、キャラクターも何ですか、貴族の霊嬢ですとか陶芸家ですとか言われてこれ大丈夫かなって、それはまあちょっと若干思わなくはないところあるんですけども、こう遊んでみると気にはならない。まあ、ここに来られてる方って皆さんもすごいゲーム好きだと思うんですけど、はいはい、あの川津さんの挑戦状だと思いますよ。ああ、これやってみて、あれって俺たち JRPG って何だったんだろうって僕らが勝手に持ってたイメージが覆ると思います。覆っちゃうんですね。新しい形になるかもしれない。全然これで全然面白いじゃんっていう、そういう感じになってます。伊藤健さんは触ってはないんですか。エンディングとかそのなんだろう、スタッフロールとか流れ的な確認はこの前 SK にでさせてもらったんですよ。ただ触ってはいないですね。じゃあ伊藤触ろうとも思えないですけどね。伊藤さんがなんかそうなんですね、楽屋でもちょこちょこ触れたくないみたいな発言が飛び出して本当は嫌なのかなって。いや、そういうわけないですけど、もうねやることが多すぎて差が、ああそうですよね、頭がこんがらがっちゃうゲームで自分が作ったなんですけどね。でもやっぱりダンジョンがないってちょっと想像つきづらいですよね。だから今回テーマ曲というかあのキャラクターのテーマぐらいから確か作ってたと思います。はい、ウルピナとか、うん、タリアあたりから作ってたと思いますね。本作はですね、この一つの決められたストーリーを追うのではなく、プレイヤーの行動によって全く異なるストーリーを楽しむと、フリーシナリオが魅力の一つなんですけども、先ほどの映像で、4人キャラクター主人公ですかね、紹介されていますけども、こちらが、サガシリーズファンならおなじみの小林智美さんがデザインされたキャラクターということで、一人ずつですね、これから紹介していこうかなと思いますけども、まずはウルピナですね、出ますね。はい、こちらですね、はい、まあ、この子はあの、まあ、貴族の霊嬢、まあ、割とこう普通の、一番、主人公らしい主人公ですね。うん、まあ、あの貴族の霊嬢とは言っても、この貴族はまあ、武家武門の家、まあ、源氏みたいな、そういう戦う貴族ですね、ちゃんと戦える貴族で、その娘で、まあ、家をしょって立つぞみたいな、まあ、気概も持ってるような、まあ、こういう、可愛らしい顔してますけれど、戦う時はもうガチ戦うという、そういうキャラなんです。このキャラクターデザインをされるときにいろんなゲームによって作り方ってあると思うんですけど、はい、今回このじゃあまずウルピナのデザインを小林さんにお願いする際には、はい、川津さんからこういうイメージっていうのは具体的なものをお伝えしたんですか。そうですね、まあ、もちろんこういう緑のチェックになったりとかそういうところは指定してるわけじゃないんですけれども、そういう武家の家に生まれていて、まあ、まだ甘い子でもあるんですけれど、
これから家を背負って立つぞという覚悟もあるみたいな、そういうオーダーでこの絵が出来上がってくるっていうすごいことです。帰ってくるイラストは一発で OK になったりは？あ、ウルピンは一発 OK です。あ、一発 OK、はい、じゃあ逆に手こずるものもあるんですか、このすり合わせの、ね、イメージのすり合わせが。はい、手こずるやつはあります。あ、このそれぞれのキャラクターにテーマ曲というのがあるんだと思うんですけども、これ今って流れてるんですか？ウルピナのテーマは流れてるんでしょうか？わかりませんこちらからはわからないですね。はい、はい、ということでわからないんですけども、伊藤さんに話を聞きます。はいウルピナのテーマをこう作るっていうのは、あの同じようなそのキャラクターの設定、それともイラストも見た上でなんですかね？あ、イラスト含めですね。あ、そうなんですか。じゃあ相当早い段階でもう、うん、でもほら今言われた戦うお姫様、お嬢様、どっちをベクトルに置けばいいんだみたいな、戦いなのかお嬢様なのか、お嬢様なのか、しかもこの絵柄だからはてみたいなところがあって、あの制作はウルピナから主人公としてはストーリーとしてはウルピナから作っていったんで、第一位として、はい、でも曲が上がってきたのは最後だったんで、ああ、じゃあ相当難航、非常に大変ですね。そうですね、いずれにしても。さあ、音は流れてるみたいですね、ニコ生とか見てる人は。今流れてるんですね、うん、聞こえてるみたいです。はい、じゃあニコ生の皆さん、 YouTube の皆さん、はい、この曲ですよ、はい、ということで、続いてのキャラクターに行きたいと思います。続いてはレオナルド。はい、農民の青年ですか。はい、まあ、なんていうんですかね、まあ、ヤンキー系なキャラを出してみたいっていう、まあ、ちょっと今までやったことがないんで、そういう主人公あで、それをやってみたかったんですね。あの、意外なんですけど、一番主人公っぽいです。あ、農民なんですけど、一番主人公っぽく、皆さんが感情移入しやすいキャラクターだと思います。そうなんですね。あ、はい、でもまあ、なんか会話、ところどころでその PV で伺える会話も、はい、なんかこう、ちょっと熱い感じがあったりとか、はい、あとあれですね、ちょっと各主人公でバトル曲とフィールド曲それぞれ伊藤健さんが書き起こしてもらってるので、まあぜひ、まあ、今後まあ、公式サイト等で出していきますので、ぜひ聴いていただけると。どれも川津さんのダメ出しがすごかったみたいで、すごいクオリティが高いんですよ、伊藤健さんの気合の入り方が。いや、ただコキ使われただけですけどその小林さんは一発 OK もあったという話ですけども、伊藤健さんは一発 OK はあったですか？序盤はほとんど結構まとめてこれダメみたいな、まとめてダメ、俺のあのハード届いてないみたいな、あ、一発 OK はなかなかもっと俺を満足させろみたいな。あ、男性には厳しいんですね本当ですよね、今追い返すとそうだでも小林さんもやっぱりヤンキーっていうのがちょっとピンとこなかったみたいで、レオナルドはかなり苦戦されてましたよね。確かに小林さんもこう僕らが印象を持ってるのはこう耽美なちょっと妖艶な感じだったり、美しい男性女性が多いですもんね。農民ってあまり多分小林さんも書いたことないんじゃないかなと。農民でヤンキーですからね、そうですね、最初こういろいろ武器をごちゃごちゃ持ったのが上がってきて、いや、そうじゃなくて、もっと腕っぷしで勝負みたいな、そういう感じでっていう風に。でもレオナルドの音楽のオファーは結構変わってて、ええ、今までだとレオナルドだったらレオナルドで合うその風貌とか性格や例えば喋り方も含めて合うような曲だったんですけども、これに限ってはレオナルドが聴くような音楽を作ってくれって言われて、それは結構戸惑いましたね。なるほど、ちょっとだけオーダーが、そうですね、違うんですね。レオナルドのこともあんまりよくわからないけどレオナルドが聞くようなヤンキーが聞いてそうなやつ、何を聞いてるんですかから始まってなかなかちょっと苦労がうかがえる話なんですけども、続いてのキャラクターいきたいと思います。こちらもまたちょっと難しそうですね、はい、バルマンテ、はい、決定処刑人、あ、法廷処刑人、はい、これはまあ、じゃあ斧で処刑しちゃうあれですか？はい、はい、そうです。なかなかここまでのこの戦いとはちょっと無縁な職業から、はい、随分物騒な感じになっておりますけども、まあこのキャラは本当に設定をした最初の頃からもう処刑人というキャラを出したいっていうのを決めてあって、で彼に関しては結構ストーリー的にも最初から決まってて、あ、お話が、はい、はは、彼はすごいストーリー流れがあるキャラなんですね。他のキャラクターは自由な始まりが多いんですかね？さっきのレオナルドなんかは、なんか伝説の都を探してこいって言われて、 あと放り出されっぱなしなんですけれど、彼は最初からやることが追いかける目的がはっきりしているので、各そのキャラクターで
全く違うんですよ、ストーリーの展開が。導入ももうここまでいくとやっぱり違うわけですよね。導入も違いますし、このバルマンテに関して言うと、もう雰囲気も世界もガラリと変わる、まあ、同じ世界観の中なんですけど、まあ、処刑人っていうのが主人公ということで、今までのルピナとレオナルドとまた全然違う雰囲気なんですよね。だからまあそれでそのだんだん川津さんのシナリオが上がるにつれて、ようやく開発はみんな分かってくるみたいな。これを聞いて大丈夫か分からないんですけど、その各キャラクター その導入が違うということですけど、はい、到達地点は、ああ最後ですか、ええ、ラスボスは一つしかいませんよ。いろんなラスボスがいたりとか。そうなんですね、これ言って大丈夫ですかね、言ってダメな時は。いや大丈夫だと思いますよ。最後は一緒なんですよね多分。一緒、あダメなのちょっと大丈夫ですかね。じゃあ裏のスタッフの方が、はい、まずそうなら YouTube とか聞いてください、はい、ニコのとかは今ダメだって言って、その辺もまたまたおい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 で、はいはい、ね、ロマンシングサガのシリーズはこう大ボスは一つで、サガフロンティアは少しずつ目的が変わってたりしたので、はい、まあ、どっちかなというのが聞いただけなんで、はい、サガフロみたいにそれぞれのラスボスがいるわけじゃないです。ではない、はい、最後の到達点は目標を目指すところは一つです。なるほど、ありがとうございます。さあそして最後、問題のキャラですね、タリア。陶芸家、陶芸家って旅には多分出ないと思うんですよ、はい、基本的には。そうですね、はい、まあ、どうして冒険者にしてしまったんですか。なんていうんですかね、アーティストみたいな人が、主人公やりたいっていうのが、そもそもあったんですけど、でも実際この人ゲームの中では別に陶芸はしません。あ、そう設定として作ったらそうなっちゃって、本当はもうちょっとアートしてもらうつもりだったんですけど、設定だけで、旅に出る時からもう戦う気満々です。あ、そうなんですね、はい、いやなんかもうこのキャラクターが陶芸家としているキャラクターがどう冒険に何を持って出ていくのかっていうのは、はい、すごく気になるところ。和服着てるキャラクターが主人公っていうのもあんまりないですよね、このRPG。今までいないですかね、和服は。仲間にはいましたけど、ちょっとこう妙齢の美女というか、ちょっと年齢も少し高めの女性で。そうですね、そうですね、年齢というか、大人の女性を大人の女性ですよ、ね、出したいっていうのが、まあ、コンセプトにあって、まあ、結婚もしてれば子供も産んだことがあるっていうのが設定です。あ、それ言っていいんですか。結構タリアは掘り下げて聞けた気がしますよこれ。伊藤さん、これ陶芸家のテーマはどうでしたか。陶芸家にこだわるとやっぱりこの見た目で、やっぱり和風にするとか、もしくはもうちょっとアジアンチックにするとかっていう方に行きましたね。あ、じゃあの他の3キャラよりはかなり差別化されて。そうですね、BGM のそのアイディアというのは際立ってると思います。うん、浮かびやすいということですね、うん、ありがとうございます。はい、ということでですね、楽しみは尽きないんですけども、なんと先ほど少しおっしゃられたように、はい、ゲームの実機プレイが、はい、今日できるということで用意してますので、ちゃんとできてるじゃねえかよと。そうですね、見てもらわないと多分、いやそうなんですよ、ね、信用できない方多いんじゃないかなと思いますね。ゲームってどうしても伸びちゃう時があるじゃないですか。何とは言わないですけど、それをこのステージで言いますか。このステージで言うのは僕もちょっとしくじったなと思いましたけど、川さんもね、まあ、かなり伸ばしちゃってますからね。これで開発 40% とかだったら笑っちゃうよね。どうやって残り60埋まるんだろうってなっちゃうんですけども、いやもうでも相当できてるんですよね。もうあとは本当に今バグを取ってる段階で、はい、まあ、多分そんなにほとんど川さんのバグなんで、あとは川さんが直してくれれば必ず出ます。じゃあその、はい、ちょっと本邦初公開となる実機をですね、はい、プレイ市川さんの方に、はい、お願いしても、私の方はちょっと裏に行って、はい、プレイさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと一旦抜けます。はい、はい、こちらのプレイはですね、解説を川津さんにお願いしたいなと思いますけども、はいはい、伊藤さんもまだ実機プレイはされてないと。 そうですね、そのパートパートを見ただけということなので、普通に1ユーザーみたいな感じ見ますね。疑問に思ったことをどんどんぶつけてみましょう。あれここで好かれてんの、はい、みたいな、自分の音楽みたいな、聞いたのと違うぞみたいな、そういう話も聞けたらと思うんですけども、今回の、スカーレット・グレイスは例えばこう今までに出たサガのいくつかの作品がありますけども、はい、それぞれとなんかこうリンクしてるものはもう全くなく完全に独立した
そうですね、作品としては全く独立していて、世界も違いますし、キャラクターも違いますし、敵も違いますし、関連性はありません。はい、かその母さん準備できました。できました、ね、はい、ということで、はい、本邦初公開となる実機プレイです、はい、どうぞ。これはフィールドにいます。はい、主人公が、レオナルド。はい、まあ、冒頭のイベントが終わってすぐですね。でワールドマップ上こういう風に、プレイヤーが主人公を操作してプレイするという、まあ、そういう意味では非常にオーソドックスな、はい、ゲームのスタイルです。で、まあ、移動していくとこういう風にこうオブジェが、ポップアップしてきて、まあ、重なると、どういう場所なのかとか、うん、何が起きるかとかが、まあ、簡単な情報が出るように、あ、不要に近づくなって出るんで近づかないでください、はい、近づかないでください。怒られるとこもあるんですね。建物がニョキって出るのは結構斬新ですね。はい、まあ、これはあの最初の頃にこういうワールドマップの見た目にしたいなっていう案が出た時に、じゃあこういう感じでやるとこう、まあ、話としてはよくこういうことがやりたいよねっていうのは昔から制作の人間はよく言ってたんですけど、まあ、初めて、こういう、2D っぽいスタイルでやってます。そうですね、はい、なんかこういうフィールドをキャラが移動するっていうのは佐賀の中では相当新鮮だと思うので、はい、だいたいこの、ね、マップの中からどこに行くっていうのを移動して、ね、拡大したフィールドを行くっていう感じだったと思うので、はいはい、母さんどっか入ってみましょうか。そうですね、じゃあちょっと最初のあの漏水タワーの漏水道のイベント、はい、行ってみます。まあイベントはこんな風に、まあ、あのニコ生ではアンサガっぽいってやったら出てもらうんですけど、あ、確かに、まあ、あのキャラ同士が出て会話をするという、まあ、もう喧嘩になってますね。あ、もうこれ仲間が、はい、これこちら仲間の女性ですか。あ、はい、あの今回最初からあのメンバーが入ってまして。あ、そうなんですか。で、あのレオナルドの場合はあの彼女と言っていいのかな、パートナーがいて、いろいろあのゲームのリードをしてくれたり、あっちに行ったらとかいう、こう、まあ、サガじゃ今まで絶対なかった親切な誘導をしてくれるそういうキャラクターがいてくれます。初期のガイドがいるんですね、ちゃんと、はい、ワンの時みたいに帰れみたいな感じじゃないんですね。あ、そうですね、ちゃんとこっち行こうあっち行こうって言ってくれます。なるほど、はい、まあ、ここ通れないんで、別のところに行ってみようっていう。じゃあ、上の方行ってみます。はい、もう隣のマップに行ってみましょうか。はい、あ、ちょっと待ってください。はい、大丈夫です。ワールドマップをちょっと見てみましょうか。ワールドマップ、はい、はい、世界全体の地図が、見られるようになってまして、まあ、行ったことがないところは、まあ、暗い状態ですけれど、まあ、どういう場所なのかという情報はもう最初から全部オープンになってまして、まあ、なので知らないなんとか州に行けとか言われた時にはここを見ていただいて、あ、この辺なんだなっていうのを分かってもらう、そういうこう、だいぶマップ広そうですね。そうですね、世界マップはエリアは20個ぐらいあります。はい、まあ、1つ1時間かかるとすると、まあ、20時間ぐらいはかかるかなとマップだけで。はい、なるほど。これじゃあ次隣、はい、じゃあ隣に行ってみます。はい、お願いします。もうお母さん、こっからどこに行こうがもう自由なんですよね、このゲームは。はい、そうですね、はい、まあ、もう隣のまあ、ゲームが本当にここからまあ本格的にレオナルドのゲームが始まるエリアということになります。今のところそのフィールドマップを移動している時とかにこうエンカウントして敵と戦うみたいなのがなかったんですけど、はいはい、それは、ね、今回はそういうまあ、ロマサガ以来やってるシンボルでのエンカウンターは採用してません。でもダンジョンもないんですよね。ダンジョンのマップはないですけど、まあ、見ての通りいろんな場所があって、そこで戦闘はバトルが起きるようになってます。起きるんですね。どっかバトルが起きそうな場所にちょっと重なってもらっていいですか、市川さん。はい、わかりました。ちょっとバトルしてみます。あ、まだしなくていいです、バトルは。まだバトルしなくていいです。まだしない方がいい、はい、すごいですね。で、1回押してもらってですね、ここではこういうモンスターが出てという、あ、ちょっと もうちょっと見せてください。はい、すみません。ここだと、まあ、まだ戦ったことがないので、敵は何か分かりませんけれど、まあ、こういう種類の敵が出て、まあ、報酬としてはこういうものがもらえて、
で、バトルでボーナスを達成するとボーナスの報酬がこういうのはもらえるよっていう追加の報酬があるわけですね。そういうものが全部で左下に、バトルノーマルって出てますけど、 ありますね、このバトルの難易度も戦う前に一応表示をしています。どうしたんですか、ずいぶん優しくなっちゃいましたね。昔はこんなじゃなかったのにみたいな。ただ今回はすべての情報を先にユーザーに渡して、どうするかを決めてもらう、選ばせると判断してもらうっていうのがで、まあ、イージーのところで戦えば非常に簡単に勝ち抜けるんですけれど、まあ、成長するためにはハードのところを選んで戦っていたら効率よく短時間で成長していけるっていうのもありますから、まあ、自分腕に自信のある方はハードなダンジョンを選んで、まあ、あんまり自信ないなっていうストーリー中心に私はやればいいやというような方はイージーを選んでもらえばいいというそういう構成にしています。今までだと相手が強いほど成長しやすかったじゃないですか、はい、そうです。そういう要素はやっぱりしっかりと、はい、それはそのまんまです、あるってことですよね、はい、じゃあちょっとどっかで戦ってみますか。はい、じゃあ戦ってみます。これ多分今ガリガリ戦闘曲かかってると思うんですけど、ステージ上じゃあまり聞けないのが本当に残念です。また戦闘の前に戦闘準備の曲があるんですよね。この戦闘準備、戦闘準備、はい、だからプロなんだろう、バトルプロローグ的な曲ですね。なんかもうガブリエルのキャラ濃いっすね。あとなんかヒントみたいな、ヒントじゃないんですかね。一応キャラクターの説明が上の方に書いてますね。あ、エリザベートの兄貴分とか、はい、エリザベート絡みの人が多いんですね、はい。このリーダーは、このグループのリーダーはエリザベートです。レオナルドじゃないんです。そうなんですね、はい、仕切ってるのはキャスパー、キャスパーなんかまた個性的ですね。そうだったんですね。あそこの一言コメントいいですね。レオナルド、君の分まで僕が全部食べてあげるからどんどん頼んでよって、もうはい、いいですね。もうそういうキャラです。じゃあ、行ってみましょうか。はい、行きます。じゃあ戦闘開始します。キャラクターパーティーメンバーは、5人。はい、先頭に出てくるのは5人です。で、下に、ずらっと出てるのがこれタイムラインですね。はい、はい、タガじゃ使ったことないんですけど、そうですよね、FF だと FF10 とかで、タイムラインのバトルありましたけど、まあこうやって最初からどういう順番でこのターンは行動をするかが最初に全部分かってます。なるほど、はい、優しくなりましたね。でですね、それだけじゃなくて敵が何をしてくるかも分かります。どうしたんですか。カーンさんどうしたんですか。いや、これ全然優しくなくて。え、優しくないんですか。逆に敵がやってくる行動を読むことで、読まないと勝てない。あ、じゃあもう分かってるけど、それをどう防いだりとか、どうしていくかってところがポイントになってきます。じゃあ本当に爪将棋なんですね。そうですね、防御している敵とかいますけど、まあ、防御の敵から当然戦ってもいいんですけど、まあ、防御している敵は、ダメージが入りにくいですから、まあ、そいつは狙わないでこれから攻撃していこうとしてくれる敵から先に倒そうとか、うん、まあ、いろんなことを考えながら戦ってもらおうという。なるほど。まあ、最近バトルはサクサク進めますというのが、まあ、運動ゲームがたくさんあるんですけど、このゲームはこのゲームのバトルは全然サクサク進みません。一戦一戦がしっかりと、はい、とにかくしっかりバトルしてもらう、コマンドバトルなのでコマンドをしっかり選んで戦ってもらうのがこのバトルの趣旨です、はい、いや、市川さんが、はい、楽屋で少しおっしゃっていた一戦一戦のドラマが熱いっていうのは、そうなんですよね。こういうことなんですね。一個ずつのバトルが、まあ、今までだと雑魚戦みたいなのが結構あったと思うんですけど、はいはいはい、ほとんどボス戦みたいな緊張感がある。はい、で、まあ、当然そこ、まあ、今のバトルだとノーマルなんで、そんなに難しくはないんで、ちょっと戦って倒しちゃってください。はい、わかりました。結構敵たくさんいるんで、ちょっとやっときます。負けないでくださいね。はい、ま、負ける可能性あるんですか。負ける可能性もあるんですよね。まあでも負けたらいつもの画面が出るだけなんで。
あ、テンポいいですね。あのプレステビータなんですけど、バトル中とかはまあ全然ロード入りませんので、あのもうサクサク動きます。どんどん倒しちゃいます。はい、いや曲聞こえてきました。熱いじゃないですか。でこれあのこのキャラクターだけの曲なんですよね。だから他のキャラクターはもっと熱いかもしれない。また主人公が変われば曲も変わる。おっ、電撃が。今みたいにまあ連撃っていうちょっとこう、うん、エッセンスが入ってまして、あれを狙うとダメージが増えるんですね。でさらに連撃に参加したキャラの使用 BP が減るっていうボーナス。なるほど。で連撃を出すことによって今まで出せなかった大技が打てるっていう。また電撃が起きました。 ました、ね、仲間と仲間に挟まれてる敵を倒すと、まあ、こういう風に電撃が起こるんですね。で挟まれたキャラクター、なるほど、まあ、そのキャラクターが電撃に参加して、まあ、有利に進むと。だからこの今までだとサガシリーズだとバトルうまくいかなさそうだったりリセットしてたりとかもしてたと思うんですけど、はいはい、今回割と工夫すれば、まあ、後半に取り返しリカバリが効くバトルっていうのも多くて、あと負けてしまった場合はあのもう一度再戦ができるようになってます。あ、ちょっと派手めに派手めになってきてますね、技が。なんか気になるテキストがいっぱい出るんですよね。はい、倒しました。あ、ローディング中にちゃんとヒントが。はい、ティップス出してます。さっき出てたロールっていうのは、はい、各キャラクターがロール見れますかね。まあ、あの個別にまあちょっと、まあ、スキルみたいなものを持ってまして。あー、なるほど。でこのスキルはですね、獲得するのには特定の技を覚えていないと、まあ、特定の技を覚えると新しいロールが出てるんですね。ステータスに効果が出たりすると。で、はい、でこれを、まあ増やしていけば当然どんどん強くなっていって、まあ、バトルが有利に進められるという。あ、じゃあ成長要素をまた今までよりちょっと踏み込んだ形ですね。そうですね、はい、今までだと技を覚えてステータスを上昇させてっていう、はい、ところだったのが、はい、さらにと、まあ、技をひらめいて覚えていくことにその、まあ、新しい目的感というんですかね、それをつけることで、まあ、さらに攻略要素というか新しい攻略方法をこう取り入れてるんです。このロールはキャラごとに違うんですか、それとも全キャラ共通で。あの全キャラ共通で、あの いろんなロールが取れるようになってます。もちろんあの固有のロールっていうのもあるんですけれど、はい、じゃああれですね、もう本当にこのキャラ気に入ったと思えば、はい、最後までちゃんと使って、ええ、いろんな役割をやらせることも可能ですし、可能ってことですよね。あのどんどん新しいなんか強いキャラが入ってきたら新しいキャラに変えていくこともできます。あ、はい、じゃあもうちょっと別のところに行きましょうか。はい、ちょっとあのボス戦の方にでも、はい、ボスっぽいものを。ボスっぽいの見れちゃうんですか。レオナルド厳密に言うとボスいないんですけど、先にそうですね、裏で話を聞いてください、はい、なんかこう今見てる感じだと12月よりもうちょっと早くゲーム出てもいいんじゃって思っちゃえるぐらい、はい、普通に完成してますよね。あのいや、これがまだまだ完成してますよ。これが予想以上だったみたいな。いやいや、予想以上ですよね。はい、行ってみましょう。はい、あ、登んないと
いけないですね。そこの塔に登ってください。これがボスですか。ちらっと伺った話だと、普通ゲームはこうみんながだいたい情報共有しながらチームがものを作ると思うんですけど、このサガに関しては川津さんしか全容を知らないという噂を。いや一応説明してますよ、もちろん。そうしないと仕事できないんで。本当ですか。当然してますよ。でもなんか一応はしてますよね。一応はしてるけど、テストプレイで、あ、こういう感じなんだっていうのをみんな知っていくと。そうですね、はい、なるほど。はい、ちょっと頑張ってください。戦ってみます。ちょっと敵ハードなんで強いかもしれないですけど。今回は強いんですか。かなり強いんですか、はい、新しい曲が消えますよ。あ、そうですね、曲もボス用の。ここはめたんですね、この曲、はい、今知った事実。使われ方をボス用ですから。さあ、ちょっと戦ってみてください、はい、ちょっと工夫しないと勝てないかもしれない。この星を消費して技を使ってるようなんですけど、はいはい、その星っていうのはターンごとに一定数溜まっていくんですか。まあ、人権によっていろいろあって、最初からたくさんある人権もあれば、最初少ないんですけどどんどん増えていくタイプの人権もあったりとか、まあそういう風になったんですね。そこも戦略として。仲間とこの星が共通なんですよね。だからそれで何を選ぶかっていうのが決まって、うん、ね、あ、そうですよね。パーティー全体の BP なので、あの1人が 大技使っちゃうと他のキャラクターは全員防御に回るっていう形になりますし、うん、まあ、そうですよね。だって通常攻撃でも一応、はい、消費されてるってことですもんね。で、まあ、ひらめきを狙って全員が弱い攻撃をみんなで繰り出すとかいうこともやれます。ちょっとずつ増えてますね、はい、バトルの後半に行くにつれて大技が出しやすくなるっていう、そういうゲームになってます。こういうボスと戦うんだよっていう説明も伊藤さんは全くされないんですか。今書き込んだ伊藤健いるかみたいなこと言う。ちゃんといるから大丈夫だから。今までのサガだと、はい、その人気になる敵キャラっていたじゃないですか、はい、その七英雄だったり四万貴族だったり、はいはい、そういうちょっとキャラが相当立ってるなっていう敵は今回は。そうですね、まあ、今回、まあ、いろんな神様が、十二聖神っていう設定をされてますけど、あ、じゃあ、まあ、十二出てきた、まあ、そういうのとか、まあ、あとその、まあ、いろんな、まあ、この敵も、精霊の一つなんですけれど、うん、世界にいる、5つの精霊のうちの一つで、まあ、そういうものがボスとして用意されていた。あ、お、あ、勝つかと思いました。あ、12体倒したのかと出てましたけど、さすがにそんなに作ってないから大丈夫ですよ。あ、そうなんですか。12体は作ってないです。あ、そうなんですね。もう今12体いるんだと思って聞いてました、ね、そこまでやってたら終わんないんで、ゲーム終わんない。ちょっとギリギリ勝てる。あ、勝てますか。このターンで勝てるかもしれないですね、はい、とりあえず勝っちゃってください。はい、おお、勝ちました。で、タオルさんの、はい、
連撃で倒すなんて美しいですね。このボスとかは一度倒すと、はい、終わりで、はい、さっき戦ったそのいわゆる雑魚に該当するものは何度でも挑める。そうですね、何度でも挑める敵もいれば、固定で、まあ、イベント的にしか出てこないのもありますけど、はい、そこは自由に育っていけるように。先ほどボス突入前に報酬として出てたじゃないですか、はい、あれ以外に乗ってないものを落としたりするようなのはいるんですか。ボーナスを達成すると、ええ、そういう追加のアイテムが手に入りますし、とか直接アクセサリーとか武器を落とす敵もいます。あ、そうなんですね、はい、まあそうなんですね、今コメントで出てるけどスマウグだろっていうのは、まあそうなんですねあれ何度もドラゴンに挑んだなというのをちょっと思い出しまして、はい、あら、いきなりあれ、あ、これどうしましょうあ、これ仲間にしたっていいんじゃないですか。仲間なんですね。はい、ナンパですよね。はい、もうナンパですよね。行くって言って、はい、彼はあんな感じで仲間を増やしています。キャラクター、これパーティーメンバーに加わるキャラっていうのは、はい、今回は、まあ、大体ですけど何人ぐらい。トータルだと70人ぐらい設定してます。70キャラ、はい、ずいぶん増やしましたね。はい、まあ、とにかくたくさん入れるようにしておこうという。でも本当に今のその仲間にしたキャラクターみたいに、このストーリーとはまあ関係なさそうな普通の人がいたりとかってことですか。そうですね、まあ、今のキャラもちゃんと条件満たしたから仲間になってるんですよ、実は。はい、ちょっと鍛冶屋とか行ってもらっていいですか。はい、わかりました。さっき手に入れた報酬はまあ何に使うかというと、まあ主にまあ、こういうところで装備を強化したりするのに使うことができます。あ、まあ、なので、まあまだ勝てないなとかちょっと苦戦するなと思ったら、素材を集めて、素材を集めて強化をしていくという。で、まあ、武器に固有の技なんかもあるので。 あるんですね。もうなんかその装備名が懐かしいですもんね防護服って佐賀以外じゃ聞いたことないんですよね装備品として防護服とかは。はい、さてと、じゃあ次はどこに行きましょうかね。行きましょうかね。あ、そうだ、はい、隣に行けますかね。まだ多分行けないんじゃないか。ちょっと行ってみましょうか。はい、ダメって言われましたけど、いや、通行許可をちょっと取らなきゃいけないですね、はい、じゃあちょっとストーリーを進めないと、じゃあ取りに行ってみます。通行許可を取りに行ってみましょう。はい、いや、やっぱりあれ羊がいますけど、母さん。はい、羊がいますけど、これ羊もあー、まあこれはまあちょっとサブイベントみたいな。これサブイベントイベントなんですけど、サブイベント滑っちゃうまあ、始めてもらっても。何か起きました。羊をちょっと大きくするっていうちょっとしたイベント、遊びがあるんですね、はい、でもそれもやっぱり達成していくと何か報酬が取れたりとか。そうです、もちろんそうです。はい、こういうその羊が今これは突然画面に出たんですけど、はい、こういう形で。そうですね、何か少しはい、行動を起こすといろんなものが出てきて、マップに変化が。そうです、そういうのを探してもらって遊んで遊びを続けてもらうっていう。まあ、でも全部で 20以上ブロックが分かれて、その州が分かれてですからね、はいはい、どこで何が起きてるかっていうのは探すのが大変ですよねそうですね、まあ、なるだけフォローを入れるようには今回、ステップやってるんで、そういうのを参考にしていただいて。通行許可証をもらいましたんで、はい、隣のマップに行ってみます。
もう会話の感じがロマサガだなっていうサガだなっていうのは本当に感じますね。もうあの川津さんが全部テキスト書いてるんで、ええ、まあこんな感じなんですよね。もうサガサガなんですよね。やっぱりそれがすごいですね。はい、隣のマップに来ました。いやでも女性キャラ可愛いですね。そうですか。毎回シリーズ女性キャラこう魅力的じゃないですか。はい、でも今回もいいですね、すごく。まあ、やっぱりあの小林さんのデザインすごく、うん、やっぱ女性目線でキャラが作られてるとやっぱすごくキャラがいいんですね。そうですね。どうしてもまあ、男性がデザインするとなんか目が違うところに行くみたいな。男性の理想像で。そうですね。そうするとなんかどうもやっぱこうちょっと下品になるっていうか。なるほど、はい、上品さが。そうですね。あるいは品がある感じなんですね。なんかイベントがなんか来た。起きました。これは戦う相手ですか。まあさあどうなるでしょう。ちょっと行ってみましょうか。はい、いなくなりましたけど、いなくなっちゃいました。っていう、まあそういう、これでここが新しくいけるように。あー、なるほど。他の、いや、そっちじゃなくてもう一つの町、あ、そうですね。そうですね、ところどころやっぱりな懐かしい名前が出てますもんね。まあ、この人はいろんな全主人公で出てくる、共通で出てくる、ね、重要なキャラクターです。確かに今戦闘を2回やってフィールドをまあ順通りに見せていただいてるんですけど、はい、ボリュームありますね。まあ、今は戦わなくても、まあ、実際この人は全然戦わなくてゲーム進められるんですけど。あ、そうなんですね。ものすごくショートカットできるんですけど。で、また出ましたね。あ、またじゃあキャラクターによっては戦闘をもっとこうしっかり。そうですね、ストーリー上にバトルが仕込まれているキャラももちろんいますけれど。またお前か書き込みがすごいですね。またお前か。しばらくはあれを倒していくんですかね。いや、まあこの人は別に倒さなくてもいいんで無視していいですよ。そうなんですね。なんか、はい、そろそろ時間がないということなんで、はい、何かこうこれは 見せといた方がいいみたいなのがあるんですか。何か見たいものありますか。見たいの何かって言われても僕知らないんですけど。今日初めて見たんですけど、これ申し訳ない。ボスはいるんですかね、はい、このそばって。まあこいつと戦ってもしょうがないんでもうやめときましょう。ですね、はい、他はバトルをもう一回やってみます。じゃあそうですね、じゃあちょっと戦ってみましょうか。あ、そうですね、ここのグレートアーチでこのまあ、今回もライフポイント LP が、はい、ありますありますし、はい、体力の回復とか、はい、そういうものっていうのはどこで行えば。LP は、まあ、当然バトル中でやられると減るんですけれど、バトルメンバーから外しておけば回復していきます。あ、徐々に。そうです。なのでその LP のマネジメントをするのも、全体的な戦略としてはすごい重要で、使えるキャラだからといってずっと使ってると肝心なボス戦とかで使えないってことになるので、使えなくなってしまうかもしれない、はい、なのでこう準メンバーをこう入れ替えて、バックアップのメンバーを、まあ、と出して、まあ、交代交代でこう育っていくっていうのも重要なやり方になります。今回それで控えで大勢連れて一緒に歩いたりできる。そうですね、行動を取れるんですね、はい、何人でもメンバーを増やせますので。あ、そうなんですか、はい、あら
優しくなりましたね。いや、まあでも多すぎたら多すぎたです。マネジメントするのめんどくさくなるんで、適当な人数ってあると思いますけど。あ、はい、まあまあまあそうですね。そうなんですか。今まではいちいち外してちょっと別れを告げてとか、ね、その辺の制約はなくしました。はい、仲間にしたい人はもういくらでも仲間にしてくださいって言います。このそれぞれが使ってる武器っていうのも、まあ、はい、別な武器を持たせたり、はい、そうですね、あの剣じゃなくても、はい、もちろん他の武器に持ち替えて他の武器で戦ってくれることも可能です。で、そうすることで他の武器の技を覚えるので新しいロールが身につくという。いやー、これはでもそうですね、キャラの制約もないとかなってくるとやり込んで進めたい人はエンディングなかなか行きそうにないですね。大体のこの、まあ、想定の一キャラ主人公のエンディングまでのプレイ時間っていうのは、まあ自分としては本当は20時間ぐらいで終わらせたいんですけど、今のところ聞いてると50時間ぐらいかかるっていう。50はいっちゃう。200時間4人だと200時間から計算になっちゃうんですけど、ちょっと長いんでなんとかしたいんですけどね。その辺の調整がまあこれから最終調整として。皆さん勝ちました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで名残惜しいんですけども、実機プレイはですねここまでとなるということで、最後に告知のコーナーですね。まずはこちらです。あ、私ですね、ゲーム総合バラエティラジオなんですね、スターラジオシャン文化放送さんの超 A&G プラスにて毎週水曜21時30分から、私中村雄一がお届けしている番組となります。今月9月ですね、佐賀強化月間となっておりまして、その流れで、私が司会をやらせていただくということになりました。次回放送分はですね、今日いらっしゃっています伊藤健二さんが出ます。はい、出させていただきます。ゲストに来ていただくということでですね、曲の話ってやっぱり音楽がラジオは音楽が出るんで、あ、なるほど、そこでちょっとしっかり伺えればな。前の週が杉田智和くんだったじゃないですか。そうですね、杉田くんなんか聞きたがってたような感じだったから、杉田さんは聞きたがってたんですけど残念ながらはいらっしゃらないので残念ですね。はい、マンツーマンで伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続いてはこちらですね、佐賀スカーレットグレースの楽曲アート世界観を楽しめる究極のアイテム、佐賀スカーレットグレース雪月花ボックス、こちらはスクエニ e ストアで数量限定で予約受付中になっております。ちなみに今サンプルがあるということで、あ、はい、持っていただけますでしょうか。持ちきれないとか持ちきれないどうしてそんなにあるのか。あれ大丈夫ですか。出てきません。あれあれ本当出てこない何が、あ、ようやく、はい、こちらになりますね。はい、こちらそれぞれの、はい、商品の説明を、そうですね、雪月花ボックスって言って、はい、今先行予約開始中なんですけども、伊藤健さんの楽曲が今回すべて入ってる CD、はい、え、あ、そうなんですか。はい、ではあと SE も入ってます。今回のサウンド入ってます。で、がまあ一つ、まあ、あと当然スカーレットグレース、はい、パッケージ、はい、であとともみさんのイラストを使ったオリジナルのカードゲーム、これ佐賀のトレーディングカードゲームをもともと作ってたチームが、はいはい、まあ、一人用なんですけど何人で遊んでも結構楽しいようなゲームを作ってまして、まあ、それが入ってます。まあ、ともみさんの絵を見ていただくだけでもかなりいいんじゃないかなっていうぐらい、まあ、こういう絵が入ってますので、ぜひかっこいいな、見てもらえるとありがたいです。はい、で、まあ、一番売りというか、まあ、伊藤健さんの CD がまず僕は一番売りだと思ってたんですけど、ともみさんのこのイラストレーションモードブックもかなり素晴らしくてですね、ちょっと中見ていただきますね。あ、なんか存在するんですね。おっと、これはまずいな。なんかまずいのがちょっと。あ、すみません。こういう風な感じで、まあ、結構分厚い紙で、なるべくともみさんの、あ、ありがとうございます。
あのイラストのタッチだったりとかを、再現してアートブックにしてるというようなものになってます。で、それぞれ切り離して額に入れてみたいなことも可能なような作りになってまして、そうなんですね。今回 の、 スカーレット・グレイスで出てくる、まあ、作っていただいたともいさんのイラストはほぼこれに収録される予定です。これはいいですね、はい、で来週ともみさんの家に行ってそれぞれコメントをいただこうと、まあ、そういうことを今やっておりますので、そうなんですね、まだまだ はい、これから詰め作業があるんです。作ってる途中で後半はちょっと白い紙なんですけど、いやいや、ありがとうございます。ぜひ皆さん予約していただけるとありがたいです。伊藤健さんもありがとうございます。はい、じゃあこちら引かせてもらいます。はい、ありがとうございます。そしてこちらですね、この間緊急発表されましたサガシリーズの楽曲をフルオーケストラで演奏するコンサート開催決定ということで、こちらもスクエニーストアで先行予約受付中です。ちょっといろいろ立て続けて本当に申し訳ないんですけど、はい、ゲームの発表がちょっと遅れちゃったんでこうなってるんですけど、佐賀のオーケストラのコンサートは本当素晴らしいです。まだやってないよ。まだやってない。もう素晴らしいものになるはずですからね。もう見たような感じで言ってるけど、まあ当然見てないんですけど、まあさ、サガオケっていう CD が、まあ、昨年リリースされまして、はいはい、まあ、それを中心に、まあ、最新のスカーレット・グレイスの曲もあるのかな、ないのかなみたいな。いや、これはちょっと期待したいところですよね。まあ、サガのオーケストラコンサートということで、まあ、もう伊藤健だけじゃなくて上松さんの曲も浜松君の曲も、佐々木君と藤岡さんの曲も、まあ、全部かかるっていう、まあ、一応そういうサガ全部のコンサートになりますんで、うん、そうですよね。佐賀オケ自体はもう伊藤健さんだけじゃなくて、もう本当に佐賀シリーズ全てをでも監修をされて、でも現時点で私はこのコンサートで何をやるのか今さっぱり分かってないです。大丈夫ですかね。何にも聞いてないです。意外と近いんですよね。11月に行われるということなんですけども、はいはい、いやこれはもCD を僕も聞いたんですけど、これオケで生オケで聞きたいなってずっと思ってましたから、はい、生オケで聞いたら、まあ、かなり迫力があるんじゃないかなと。佐賀 のバトル曲が実際ちゃんと演奏できるものなのかっていう疑問がユーザーの間にあったわけですよ。はい、それが佐賀オケで、あ、本当に演奏してるっていう一つの衝撃があったんで、今度はそれを生で見られるっていうのはちょっと楽しみにしたい。金管系のトランペットやトロンボーンの方々の唇をね、強化するような感じがですね、すぐベロベロになっちゃうような大変だと思いますけども、はい、楽しみにしたいと思います。そして次ですね、ロマンシングサガ32014年から始まった佐賀県と佐賀シリーズのコラボ第3回目となります。こちらの方はですね、詳しくは公式サイトの方ですね、アドレス載っておりますけども、ご覧ください。よろしくお願いします。こちらも12月までいろいろ予定してますので、いろいろ今佐賀市と嬉野市で行ってるんですけども、まあ、嬉野市の方の旅館が追加になったりだとか、はい、あと佐賀市の、あ、佐賀市じゃない、有田市の方ですね、さっきのタリアのあれなのかもしれない、はいはい、有田市の方でも、まあ、大きなことを今やろうとしていますので、まあ、どうしてもそのすみません、ゲームの開発が中心になっちゃってるんで、まだ確定できてないんですけども、はい、追って情報をお待ちいただけるとありがたいです。はい、ありがとうございます。最後にですね、本作の発売日改めて告知させていただきます。2016年12月15日木曜日発売となります。あと3ヶ月ですね。はい、お待ちください。それでは最後に皆様から一言ずついただければと思います。はい、ではまずは市川さんの方から。はい、佐賀が戻ってきました。で、伊藤健さんも川津さんも小林智美さんも元気に戻ってきました。疲れたよ。もう、まあ、自分もユーザーとして夢でしたよ。このメンバーが集まってまたゲームが作れるというか、それをプレイできるのもそうですけど、本当に皆さん、僕自身今最後の調整だったりとかに、まあ、参加させていただいて本当にワクワクしてます。本当に楽しいし、本当に面白いゲームになってますので、ぜひ12月楽しみにしていってください。ありがとうございます。じゃ続きまして伊藤健さんお願いします。そうですね、やっぱり音楽の方からもやっぱり本面でさっきのオーケストラコンサートもですけど盛り上げていけたらと思っていますし、やっぱりその今年来年も含めて、まあ、個人的にはそのオーケストラとかやっぱりワンナイトリバースもね、そろそろ来年は やりたいという個人的な思いもあるので、そっちの方もなるべく自分の思いを込めて制作していきたいと思いますので、ご期待ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではカーズさんお願いします。はい、実機が飛ばなくてよかったです。
本当に止まらなくてよかったですっていうのはまあ冗談なんですけど、あの実際そんな風にまあ安定してないわけじゃないので、まあしかしあのまだまだ、あと、実際頑張れる期間はあとちょっとしかないんですけれど、うん、もう少し頑張って、最後の中身をもう少し良くしていきたいと思ってますよ12月を、お待ちください。ありがとうございました。はい、もう本当に12月15日、まあ、3ヶ月非常に待ち遠しい3ヶ月なんですけども、それまでにこの今日発表されたいろいろなものがあったり、まあ、本当にオーケストラコンサート、こちらもすごく楽しみですから、参加できそうな方はぜひ来ていただいてですね、スカーレット・グレースに思いを馳せていただければと思っております。もうこれだけシリーズ待ちに待った新作ですから、あと3ヶ月はみんな全然我慢できると思いますので、4ヶ月5ヶ月になるとちょっとどうかなって思うと、遅れません、遅れませんね、遅れません言います、遅れませんはい、はい、ありがとうございます。楽しみにしたいと思います。佐賀スカーレットグレススペシャルステージにてスクエアエニックスブースすべてのステージプログラムは終了となります。会場の皆さん、配信をご視聴の皆さん、最後までお付き合いいただきありがとうございました。はい、ということで今中継が切れましたので